こんにちは。初心者歴8年の速稼塾の福でございます。まあ、初心者というのはスキルのことではなくてね、初心忘れずのことですね。私は YouTube を一番最初にやった時、動画アップロードしました。これが私の初心でした。まあ下手だなと思いましたね。で、未だに動画アップロードしてます。見ます。下手だなと思いましたね。初心忘れてないんですよね。なんかね、まるでね、YouTube のアップロード、昨日初めて始めたみたいな感覚ですね、未だに。まだ全然新鮮ですよね。始めたばっかりみたいな気がしますけども、もう8年経ってるんですね。ということで、初心者8年目っていうのは、初心を忘れてない8年目ってことですよね。もうね、自分がね、全然スキルがなくて、やる度胸もなくて、一歩踏み出せない、そういうふうな初心者マインドが8年ってことではないんですよね。まあ、私はね、初心者だからこそ行動しなくちゃいけないと思います。ベテランだったら行動しなくても形が残るんですけども、初心者でペーペーになったら、やるだけやんないと、と思うわけですよね。なんかね、部活に入っても、新入生っていうの、もう一生懸命働いたりとかね、先輩のタバコに火つけに行ったりとか、掃除めちゃくちゃしたりとかして、ヘトヘトになると思うんですよ。で、余裕かましてられるのは、上級生とか、レギュラーとかじゃないですか。いやでもそういう風にならないとなと。まだまだね、一息ついてる余裕がないんで、しこ切りやらないといけないってことですよ。初心を忘れないように。私はそういう風に思いますけどね。